はいどうも、ワドツでーす。ワドツでーす。どうもでーす。いやね、ニコ生でね、大手のね、大手、純大手かな、ニコ生でね、純大手のね、川崎洋編来てる。配信やめる？何の話？高谷いらっしゃい。ゆいがカッターさんいらっしゃい。はい、ワドツ、洋平くん来てるよ。ふわき来てる。さっき枠やってたからね。お箱ごしゃぶ事件、ああもう全然俺の放送見てない証拠だねあれは、全然復活した復活した復活した。1年前の話だなそれ。ゴロリさんが引退したことによってそれは保護になったから。ってことはあれか、暗黒リスナーかな。ふわっち盛り上がるねこれね、どんどん来てるよ。で、陽平くんが来たのは結構頼もしいなと思ってるから、いい感じだなと思ってる。いいね、楽しいね。はい、ワードツー、高見さんいらっしゃい。陽平くん来たね、あの川崎洋平が。はい、ワドツーいらっしゃい。川崎洋平がついに来ましたよ。うん、ちょっと遅かったよね。もう2、3ヶ月、もう1ヶ月2ヶ月前だったら激アツだったけど、まだ暑いと思うよ。洋平くんまだチャンスつかめると思うから、かなりいいと思う。はい、ワドツー、桜子さんいらっしゃい。うん、洋平くんは確実にリスナーさん掴むだろうね。ふわっちと相性いいと思うよ。そうだよね、ニコ生より見やすいよね。お、カズさんいらっしゃい。今からねちょっとお出かけします。お出かけです。闇将軍逮捕、逮捕祈願。闇将軍の逮捕は多分半年後とかだと思うから、あと5ヶ月ぐらいかかると思うよ。忘れた頃にやってくるから、ああいうのって、あの現行犯じゃない場合、証拠をねかなり掴んだりとかね、いろいろ手続きが面倒なんだよ。逮捕はされると思うよ。忘れた頃にやってくる。おお、花火ありがとう、ありがとうね、お疲れ。うん、ありがとう、花火ありがとうございます。ちょっと車の中なんでスクワットできないんで、へいしっへいしっヘイシッ、ありがとね花火。今パソコンで配信やろうと思ったんだけど充電切れてたから携帯電話です。画質がちょっと悪いかもしんない。私も温泉から配信、あ、温泉にいるんだ、いいっすね。年末温泉か、高かったでしょ、予約取るの大変だったでしょ。いいっすね、奥さんとっすか。ほらこの前、ほら奥さんとリアトしたいって言ってた人。うん、なんかヘルツのバッグ買ったんだって。噂してる陽平くんかな。安いとこ見つけた、いいっすねいいっすね。修繕寺温泉が分かんないけど、どこら辺にあるんだろう。よいしょ、奥さんももしよかったらコメントしてってください。昨日さ、のんたんアップルパイ食べたので、アップルパイラムで煮たんだけど、ラムお酒かけたら、まあ、バニラアイスとアップルパイで、あのラム酒かけたら美味しいよって話してさ。おお、ありがとう花火、ありがとうね、ありがとう。うん、そう、椅子なんだ。でそしたらなんかこのお酒美味しいって言ってラムを飲み始めたんだよ。さ、昨日酔っ払ってた、飲んだんだ。
飲んだらお酒飲めないはずだもん。俺も久々さ、お酒入ってるさ、お菓子食べたからさ、酔っ払っちゃったよ。美味しいよね、ラムネ。アップルパイめっちゃうまかったわ。なんか予想して、なんかね、ジャンクなアップルパイを作るはずだったのに、予想以上にね、なんかね、高級なお菓子になっちゃったんだよね。なんか、代官山とかで出そうなね、なんかね、なんつうんだろう、フルーツたっぷりのね、なんかね、素朴な味になったね。素朴で美味しい味。ね、びっくりしたよね。ラム度数高いんだけど、ノンタンはラム飲めるらしいね。だからね、多分ね、甘いお酒だったらノンタン飲めるんだよ。変な酔い方してなかったし、今まで多分ね、酎ハイとかね、変なお酒飲んでたから、まずいお酒飲んでたからね、多分ね、お酒が飲めなくなっちゃったんだと思う。熱海の近くなんだ、修善寺温泉。へえ。なるほど。ゆっくり過ごしてください。温泉いいっすよね、冬場の温泉は最高っすよね。リキュールが体に合うんだろうね、多分。てか体に合うっていうか味覚の問題だと思うよ、多分。味がね、カクテルっぽいのだったら飲めるんだと思う。今度作ってあげようかな。元バーテンだから、スナックのマスターだからね。だから俺がバーやってた頃だったら、俺の店だったら全然飲めるお酒いっぱいあったのにね。はい、ワドツー、ハチいらっしゃい。結局新馬合流券の星ドラのガチャは見送ることにした。ドルオーラがないね、新馬合流券なんて俺は使いたくない。あ、旅行行くんだ。どこ行くの、アメちゃん。どこ行くの、いいじゃん。シェイクをシャカシャカするの似合うんだろうな。いやー、どうだろうね。シェイカー振るようなカクテルはそんなに作ってなかったね。ステアする、要はマドラーでかき混ぜる系のカクテルしか出してなかった。でもね、お酒は覚えるといいかもしれないよね。だんだん少しずつ強くなっていくし、うん、可愛かったよ、酔っ払ったのんたん。ずっと笑ってた、ニコ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 してね。普段ね、俺と目合わせないのにね、ずっと俺のこと見てるから、あ、これ酔っ払ってるなと思って。で、酔っ払ってるのって聞いても、酔っ払ってないもんって言って酔っ払ってるなと思って。酔っ払ってる人ほどね、酔っ払ってないっていうのはね、デフォですよ、デフォ。かわいいよね、のんちゃん。めっちゃかわいいよ。のんちゃんかわいいよ。のんちゃんキャワワ。のんちゃんファン多いもんね。俺よりもファン多いから、残念なことに。こんばんは、ハートプレゼントありがとうございます。エセアコも一人暮らし始めたんだ。え、前一人暮らしじゃなかったの、あれって実家だったんだ。俺一人暮らしだと思ってたわ。実家だったんだ。いいよな、実家暮らしできるっていいよな。金かかんないもんね。あ、スキーやるんだ、群馬に。いいね、スキーやってないな全然。ノータはスキーできんの、うん、あ、できるんだ。意外と運動神経いいんだね。ボーリングも上手だったし。絶好調真冬の恋、広瀬香美聞きたいな。なんか昨日ね、ノンタンとね、YouTube でね、スターウォーズのね、動画見ててね、スターウォーズ見たくなっちゃった。スターウォーズのセブン見た人いる？この中に。スターウォーズのセブンってどう？面白い？なんか新しいディズニーから配給されてるやつ。
ふわっちで実家やっと出れた。あーいいじゃんいいじゃん、みんな稼げてるよね。いいね、みんなほんと絶好調だよね。あ、そうなんだ。いや、配信者が稼げる時代になったっていうのはほんとね、嬉しいよ。俺は正々堂々とこれで稼げるからね。まあそういう時代なんだろうな。これからもっともっと稼ぐ人増えていくと思うよ、配信で。どこ行くの？お出かけ。ドライブ。ドライブ。ドアレ。ドライブ。ドライブ。のんたん隣にいるよ。隣にいる。のんちゃんいるよ。今日閲覧少ないね。なんだろう、15人しかいない。結構大手やってんの今の時間。テレビ見てんじゃない。テレビ見てんだって。川崎洋平で25人集まってんだよ。洋平くんに負けてんじゃん俺。洋平の宣伝したから、洋平見に行った。洋平見に行っちゃったんかな。全然今日人少ないね。うん、いつも仲いいね。喧嘩したことなくない？喧嘩したっていう記憶がないね。香川に行ってるんだ。いや、香川さんとリスナー層かぶってないけどな、俺。ちょっとかぶってる。ちょっとかぶってる。のんたん、のんたんが、付き合ってから香川さん見てる人結構増えたよね。中野ちゃんとかさ。うん。確かに、ちょっとだけかぶってるけど。香川さんが今人多い。あ、そっか、香川さん、あれか、神回起こしたのか。なんか、おしっこかぶったんだよね。6年ぶりの神回とかいうタイトルで。おしっこ頭からかぶったらしい。アクティブ1万いくかいかないかぐらいだったらしい。N タンってこういてるから関係なしに見てそう。あー、そういうことか。なんかあれだよね、 N タンっていう子はあのヒカルくんとパコった女の子だよね確か。どこもかしこも色恋炎上ネタで稼いでるね、年末ね。色恋ネタ好きだよねみんなね。そういう感じか。誰と付き合ったとか誰とパコったとかさ、配信者なんかパコりまくってるからね、配信者同士で。便所と光とテルジャンビ、俺パコりまくってないよ全然。ちょっとつまみ食いぐらい痛いよ。違う違う違う、配信者っつっても自分のリスナーさんをつまみ食いしただけだから。あー、便所光るテルジャンピン香川か。暑いね。まあそれはね、人集まるわな。ちなみに私は妻です。あ、どうも奥様いら、どうもです。奥様どうも、小田切城です。小田切城ってどこ行ったの。そういえば最近見ないよね、テレビ見ないから分かんないね。小田切城どこ行ったんだ。テレビ出てる最近。干されたのかな。めちゃめちゃテレビ出まくってたのにね、ドラマとかで。なんだろう、性格悪いのかな。ディレクターとかに嫌われたのかな。怖い世界だね。タレントはいつ干されるか分かんねえかんな。30名さんいらっしゃい。でも奥さんと一緒に和道の放送を見るってさ、すごい不思議な感じしない？なんだそれみたいな。夫婦仲睦まじく和道の放送を見るっていう、なんか違和感あるわ。新しい。新しいよね。CM 出てるんなら CM の方が儲かるんだよ。CM は企業からダイレクトにスポンサーになるから、すごい儲かるよ。コーヒーのポトラッテっていう CM。 まあ CM1 本でもあれば食っていけるからね。余裕でうん千万うん百万入ってくるから大丈夫だわ。肖像権をね、会社に渡すからすごい金が入ってくるんだよ。ポスター代とか、う
人で見れるっていいよね。ノンタンと和道みたいな感じ。俺ら一緒に放送を見るかな。さっき見てたか。あ、そういう感覚に近いのか。あ、嬉しいですね。夫婦とか親子で和道の放送を見る場合、大体ね、どっちかがアンチだから。どっちかがね、和道嫌いっていう、そういうパターンが多い。よく言ってんだよ、俺の番組は昔のテレビでいう深夜番組みたいなもんだから、家族に隠れて見るもんだっていう、和道好きって共有できないような番組だから、そういう種類の番組が好きなの俺は。 CM いいよね。何が当たるか分かんない時代だからね。分かんないよ、俺も 40、50 代になったら CM 出てるかもしんないよ。オレオレ詐欺撲滅キャンペーンの警視庁の CM 出てるかもしんないよ。R30 ですね、完全に。20代だと楽しめないだろうな、俺の放送は。30過ぎてからが面白くなると思う。なんかそういうタレントとかそういう番組ってあるじゃないですか。俺、所ジョージとかタモリさんの凄さ分かんなかったもんな。あ、警察だ。そのうちは見せてあげる。これ宣伝してきます。オレオレ詐欺に注意しましょう。オレオレ詐欺に注意しましょう。なんかさ、所ジョージなんかさ、何の人か分かんないし、何が面白いのと思ってたんだけど、あ、この人面白いじゃなくて大人の理想の生き方を演じてる人なんだと思って。世田谷ベースとかさ、要はなんかこうラフな感じで、あのかっこいい大人が憧れる大人なんだっていうのにようやく分かったね。ちなみに私たちは27、30。あ、そうなんだ。奥さんが27かな、旦那さんが30なんだ。いいっすね。でもね、ね、結婚ね、婚期を逃したからね、俺らね。結婚しようかなっていう時、何歳の時にあったの、おんた。何回ぐらいある、結婚しようかなっていう。1回ぐらい。何歳の時？23ぐらい。あ、若いね。あ、まあそれくらいだよね。彼氏は古い人間なのか、配信とか受け入れないみたい。サメちゃん一回見せたらドン引き。ああ、一発目でサメちゃんはダメだよ。最初はやっぱね、あのうなちゃんマンのずっこける動画あたりから攻めていかないと。枝豆にはもったいねえよなっつって、あの辺から入っていかないとダメだよ、一般人には。サメちゃんはね、結構ね、あのヘビーユーザー向けだから、あれコアコンテンツだから。テレビ番組でいきなり絵頭2時50分見るようなもんだからね。ちょっと濃すぎたんだよ。悪が強すぎたんだサメちゃんの家近いんだよって言ったら勘弁してよって言ってた。あ、あの辺なんだ、横浜の方なんだ。いや、横浜結構住みやすそうだなと思って。あの辺いいよね、何でもあるし、おしゃれだし。だから千葉と違うのは、千葉みたいな田舎だなっていう感じなんだけど、横浜の場合ね、何が違うってね、あのおしゃれ、住んでる人がなんかサーフボード持って歩いてたりとか、あれかっこよかったね。でもあれでしょ、江ノ島の波ってあんま良くなかったね。あ、うん、千葉の方が波良かった。なんか千葉に、なんかその千葉以外に住んでるサーファーは、千葉に住んでるって言うと、なんでサーフィンやらないのってみんな言うよね。あ、そうだね、みんなやるよね。うん、千葉の人全然やらないよ。そうなんだ。成田の人なんか全然いない、サーファー。弟はサーファーだったけど、うん、少ない。だから、なんかもったいないよってみんな言うよね。はい、ワード2。
か暴走なんとかってあっちの方がいいんでしょ。そう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 、波すごい高いよやっぱり、波が強いっていうか、波がないとサーフィン面白くねえもんな。外房とか内房とかそれのなんか外房の方じゃん。外房の方がいい。うん、お出かけドライブ、サメちゃんの家から車で20分ぐらい、ユーカリが丘に住んでた。ユーカリが丘に住んでたんだ。またなんか珍しいところ住んでたね。俺あれだよ、志津で育ったから、あの小学2年生までは志津で住んでた。勝田台とか志津だから、ユーカリが丘の隣の駅だよね。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。デートっつうか、まあまあ、ああな初見さんいらっしゃい、コメントありがとね。もう車の免許持ってないからさ、ノンタンといると助手席に乗れるからテンション上がるんだよね。車楽しい。勝田台にパチ屋でバイトしてたんだ。勝田台か、懐かしいな。あのさ、勝田台にパチンコ屋どの辺、勝田台の商店街いいよね。あの辺はまだ古き良き商店街が残ってるし、スーパーもめっちゃ古いんだよ。建物も古くてベッドタウンだよね。結婚したらいいのに、のんたんがあんまり結婚する気ないんだよね。俺は全然のんたんが結婚してくださいって言ったら、のんたんからプロポーズを受けたら俺は全然断る理由がないよ。結婚いいですか、どうですか。全然のんたんが奥さんだったら最高だよ。俺は嫁だよ、嫁。のんたんはあんまり結婚感とかないらしいよ。30分経ったら22分って書いてあるよ。なんで？あ、じゃあ30分で放送止めます。配信延長。結婚はお互いの時間を大切にできないと難しい。ああ、それ大事ですよね、確かに。確かにそれはあると思う。それかもう究極的に仲が良くてずっと一緒にいても苦にならない関係だったらいいと思うな。あ、結婚感ないんだ、アメちゃんも。のんたんの気持ちわかる。まあ別にあんまり結婚にはこだわってないよ。一緒に仲良くね、やっぱ楽しく生活することに俺は力を入れてますね。何事も笑顔でハッピーで毎日楽しくだったら、別に結婚してようがしてなかろうが、あのどっちでもいいと思ってる。まあほら、結婚ってタイミングって言うじゃん、よく。なんかあるんでしょう、あ、この人だなっていうタイミングが。まあ、俺も俺で道楽もんだからな。いつもフラフラしててね、定職についてないようなもんだから、結婚つってもな。あ、見たい見たい見たい。近いの。うん、
懐かしいな。なんか思い出がいっぱいできてきたね、うん、いろんなところにね。こんな近いの？え？え、これがジブリのアトリエなの？あ、え？あ、俺が知ってるテレビで見てるの違うな。これが宮崎駿がいるところ？普段いるっていうか、普段いる時もある。あの、この前のドキュメンタリーに出てたのこの家？違うよね、もう一個の方だよね。小金井の方だと。宮崎さんが通ってるのはこっちじゃない？いや、こっちも来る。こっちも来るんだ。よくいる。おしゃれ。あ、でもなんか意外と普通だね。あ、屋根はね、なんか草が生えてたり、うん、なんかね、作りが可愛い。へえ。あ、本当だ、草生えてる。今、宮崎駿の、駿のアトリエにいます。こんな感じなんだ。ここで作ってんだね、ジブリをね。ありがとう。じゃあ皆さんお疲れ様です。一旦放送切ります。おつです。結構でけえな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねん。もう